さて、今回取り上げるのは、エンゼルスの大谷翔平選手が、ブルージェイズ戦で2打席連続で申告敬遠されたというニュースです。敵地の試合で、大谷選手が打席に立つと、ブルージェイズ氏の陣は迷わず申告敬遠を指示。これにより、大谷選手の敬遠はリーグ2の11敬遠となりました。これに対して、敵地の観客からは異例のブーイングが起きました。この事象から見えてくるのは、大谷選手の存在が相手チームに与える圧力の大きさです。彼の打撃力を恐れて、わざわざ敬遠を選択するという行為は、彼の能力を認める証とも言えます。 しかし、それが敵地でウーイングを引き起こすという事態に、これは観客が大谷選手のプレイを見たいという強い願望があるからこそ起こる現象です。しかし、一方で、敬遠は試合の戦略の一部、ブルージェイズ指導陣の判断を、試合を有利に進めるための一手と言えます。だからといって、観客の期待を裏切る行為が許されるかといえば、それはまた別の問題。スポーツは戦略だけでなく観客のエンターテインメントでもあるわけで、そのバランスが問われる瞬間だと思います。結局のところ、大谷選手の存在が試合の戦略だけでなく観客の期待 感情までもいざぶるそれは彼の持つ影響力の大きさを物語っていると言えるでしょうこれからも彼の活躍から目が離せませんで